焼き上がって10分ぐらい入れて出して並べるわけですよね。じゃあそれをしないでずっと出してるパンと、もうね6時ごろ触った時感覚はもう歴然差がある。時間が経てば経つほど差が歴然なんですよ。もうなんか何十年と必死で考えてきたのがこれ一発でコロッとねMeadows of our youth, 107 days, but we're calling it backwards. Our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so clear.1回ラボで作らせてくれと。でうちもスペースがなかったのをやりくりして、なんとかここやって置けるのもし買うとしたらでラボにお邪魔して、もうその時には食パンのその悩みを抱えて、そうです、そのどうしたらいいかヒントもらうために少しでも早く切りたいと、うん、で普通に冷凍庫入れるのは、当然冷凍庫すぐ潰れちゃうし、はい、風がバンバン当たるところにわざとパンを置いて冷やしてるわけやから、それがパンにとって良くないっていうのはもう百も承知の上での行為やったので、それを少しでもやっぱり解消できればというのと、まあ、一番やっぱり早起きたいというところです。だから同じ材料を持ち込んで、で私が作って、で入れるもの入れないもの分けて、私とか花火とか、あと知り合いの飲食関係のお店のオーナーさんたちに10人ほど配ってます。もう何も言わんと AB つけて、後でこの AB 食べて感想 LINE くださいって配ってきたんですね。だから10人おったら10ゼロですわ。あ、すごいですね。1人もこれを入れないで出した食パンの方が僕は好きやっていう方はゼロでした。なんか一緒やけど、やっぱちょっともっちりしてるね、ふわふわしてるねとか。ご自身で、まあ、これパティを使われて食べた時に最初どのようなこう差が出たなってお感じになられました？一番最初は決定的なインパクトとしては正直なかったんですよ。やっぱりお客様に伝えるためにはやっぱり決定的なインパクトがないと正直迷いました。でたまたま持って帰ったやつをその日に食べると家の冷凍庫に放り込んどったんですよ。で3日後ぐらいに普通に朝食で食べたんです、うん、それがびっくり、すんごい差があんね、うん、だから焼き上がってすぐの時よりもそれをまた冷凍して、それに家の冷凍庫で冷凍して3日後ぐらいに食べ比べたらもう全然違う。これでもうこれやと思った。この差は絶対お客さん、おばあちゃん分かるわ。まずこれは食べた時にもう全然食感が柔らかいんですよ。トーストしてるから香ばしさはあるけど、もう中身は柔らかいんですよ。で、ああ全然ちゃうわって思った時に次香りをこう嗅いでみたんですよ。甘い香りはやっぱり強かった、これを使った方が。その2点が大きく違う。食感と香り。ほんで家内に「ちょっとこれ何も言わんとくるぐらい」同じこと言いました。「はよかえ」家内には「はよかえ」と。だからね、そこはね、実際にラボに行って皆さんぜひ試してほしい。ご自身のお店の今やってる食パンを。が劇的に美味しくなるんで、間違いなく美味しくなって。でその時は食パンだけ、食パンだけをメインで考えたので、でところが今はもうすごいです。いろんなものしてて社長がカレーパンもいいよとか、これもいいよ、あれもいけるよっていうのを展示会とか YouTube とかでやってるのを拝見して、まあもともと食パンで自分の頭の中の実績はあるのでおおっと思って、じゃあうちちょっとやってみようか、クリームパンがこんな差があるよとか、それを見てうちもやったんです。ありがたいことに結構もう手いっぱいお客様お越しくださって、やっぱ朝来てお店開くまでの間に棚に並ぶ小物類のパンはもう全部作っちゃうんですよ。ほんであとはフランスパン類と食パン類を2回3回に分けて、もうそれで作業はもうフルなんですね。朝3時4時に焼き上がったのが閉店の6時7時まであることも実際それはあるわけです。だから当然裸で棚にずっとおるわけなんで老化もしますよね。水分もどんどん蒸発していって、ちょっと皮も硬くなったりする。これがね10分ぐらい焼き上がって10分ぐらい入れて出して並べるわけですよね。じゃあそれをしないでずっと出してるパンと、もうね6時頃触った時の感覚はもう歴然の差がある。18時だからさっきの食パンの冷凍して3日後の話と同じで、時間が経てば経つほど差が歴然なんですよ。これ理論的な後付けは全くないですよ。もうあくまで経験値だけの話ですけど、間違いない経験値です。同じように焼いたあんパンがここに焼き上がってすぐ10分15分入れるのと入れないで並べるのとで、そんだけ差が出るんですよ、十数時間後に。当然お客様が召し上がられるのはもっと後ですよね。じゃあ多分食卓ではもっと差が出るんじゃないかなと思いますね。もうなんか何十年と必死で考えてきたのがこれ一発でコロッとねお客さんがそれを実証してくれてる。いい例が、これはほんまの話なんですよ。もう恥ずかしながら正直に言いますけど、このバゲット バタールっていう商品なんだけど、これが最初はもう1日ね10本ぐらいしか売れんかった、それで一応ドンク出身ですから何度か売りたいわけですよ。10本かいっていう。なんでかなと思って食べ方提案して、保存法のリーフレットこしらえてお声かけしてずっとやってきました。これ10本が12本ぐらいになる日もあるかなみたいな、もう売れるのかな、でも売りたいなと思って、ひょっとして俺の腕がちょっと具合悪くなってきたから、なんでやろうなんでやろうってずっと考えながらずっとやってたんです。で普通に棚に置いてオープンを迎えてたのを、これ入れてみよう、アンパンと一緒ですよ、考え方、きっかけは。これ入れようと思って焼き上がってすぐ、もうこれなんかあったらそのまま掘り込めるわけです。で入れて、で一緒です、15分ぐらい置いて、でそれをそのまままた普通にお店に並べてて、それをしだしたら今これね、1日30本以上売れるんですよ。3倍です。10本しか売れへんかったのが30本で、ありがたいことに1回目と3回目だけで焼くんだけど、その間にもう切れちゃうんですよ、売れて。ちょっとまた工程からガラッと考え直さなあかんなという嬉しい悲鳴のレベルまで来たということです。これをそれをやりだしたのはほんと3ヶ月ぐらい前ですね。そうそう。ほんで1ヶ月ぐらいでもう3倍になった。旦那さんが、奥さんが買ってきたバゲットを朝仕事前に普通に食うて仕事へ行くで、食べて「うん」って言いながら電車乗った時に「あ、なんか今日朝食ったバゲットうまかったな」で奥さんに LINE する「あのバゲットうまかったから明日の朝も食いたいからもう一回買っといて」みたいなシーンを想像しても、ちゃんと近所やから買いに来れるわけですよ、奥さんは。だから結果出るのは早いんですよ。おそらくそんなシーンがね、お家であったんじゃないかなって。これ食ったらもう他のところは食われへんって。クラストが入れる前と入れた後やと香ばしく硬いんだけど歯切れがいいんですよ、これを入れると。僕らはこう切って、もう鼻にくっつくぐらいでよくこうして匂うですよね。ようこうして中の香りを外にこうして匂うんだけど、こうして匂うと甘いんですよ、こっちの香りが。香りがパンのバゲットの焼けた美味しい香り。これはね、甘いですよね。もうさっきと一緒で、もうどんだけ考えて自分の腕を疑ってしたけど、こいつは一発でそれを解決してくれる。今までそういう逆に冷やしたらダメっていう業界の常識と、ドンクの工場で教わったのは、焼きたてすぐじゃなくて、それを何時間もかけて窯から食パンが焼き上げると、コンベヤ乗ってずっと工場内を放冷するにぐるぐる回るわけです。これが必要だと。この放冷が美味しくする秘訣だって言って教わったんですよ。もうだから、そんな頭の私がこれを使う時にはもう私の頭を180度考え方変えないと無理ですよね。そうですよね。だから半信半疑やったんです。ここにこれぐらいの扇風機を引っ掛けて、でここに食パンを並べてブオーって音で冷やしてたんですよ。ただパンにしては良くないですよね、風がボンボン当たるし。だからこれがもう本当にどういうんでしょう、全てを覆しました。それはもう私が18からこの業界入って、実は今年還暦なんですけど、ずっとパン屋なんで、その間にもう何十回と試した中の、まあ自分の店で今やってるのがベストだね。時間と頭使ってやったのが、なんとこれ1台でそれが全て解消されたんですよ。パン屋さんやってて、あと20年頑張ろうかなぐらいなもんですよ。でも若い人らはあと30年40年ね、この業界をやっていただかない、反映させていただかなかった。やっぱりどうせやるんやったら美味しいものを美味しい状態で、当然古き良きものは伝承していくべきだと私も思ってるし、私自身も18からこの業界入って古き良きものは伝承させていただいているつもりです。それは絶対必要なんだけど、それとは反対にこういった今お話しさせていただいた考え方はもう絶対に必要、絶対に必要です。楽するとか、まあそれも一つです。楽したいとか、繁栄の仕事しんどいからちょっとでもお金かけて機械に助けてもうて楽しましょう、それも全然ありです、全然ありです。でもこいつはちょっと違う、そういう意味合いでは美味しくなるんです。確かに焼いたものをすぐ出すひと手間ですよね、入れて出して。ところがこの出し入れするひと手間なので必死で考えてパンをちょっとでも丸く丸めましょうとか技術力を向上しましょうって努力に比べたらみたいなもんですよ。入れて出すだけだから、そんな手間は出ません。パン作る中でね、考えたらパン作りとして考えたら、だからこれ入れて出すのもパン作りなんですよ我々。